南口改札口ホーム、藤城駅は、茨城県取手市宮和田にある、東日本旅客鉄道場番線の駅である。当駅は、取手市北部に位置し、藤城町の中心駅であり、当駅より、新地駅までが、三都市社管内になる。相対式ホームに面2線を有する地上駅で、京城駅舎を持つ。JR 東日本ステーションサービスが受託する。 業務委託駅で、龍ヶ崎市駅が当駅を管理している。指定席券売機、スイカ対応自動改札機設置駅。改札口、ホームに LED 式発車表が設置されている。当駅北は、水戸支社の管轄となる。土浦以南の常磐線では最後まで木造駅舎が残っていた駅であった。その当時は、現在の北口側に駅舎があり。 南口側に出入り口がなかった。京城駅舎への改築に伴い、南口が設置された。1番線と2番線の間に対比線があり、貨物列車や臨時、団体専用列車の対比に使われる。通常、水戸支社が企画する臨時、団体専用列車の発着駅は、龍ヶ崎市駅だが、折り返しには当駅の中線を利用している。これは、当駅が水戸支社の難限であり、 中線で折り返しできる構造であるが、ホームがなく旅客が乗降できないためである。バリアフリー対応のため、コンコースとホームを連絡するエスカレーターエレベーターが設置された。北口、南口にエスカレーターエレベーターが設置され、2008年3月29日11時から使用を開始した。コンコースには、コンビニエンスストア型売店、ニューデイズが設置されている。 JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は6123人で、ある。減少傾向が続いており、上野土浦駅間の常磐線の駅では最も乗車人員が少ない。近年の推移は、以下の通りである。駅北口を出て、北方向へ進む道が、旧、藤城町の中心市街地であり、 北へおよそ100メートル先の定次路西方面は、片町を経て、茨城県道208号、長岡富士予選片町交差点を越えて、相馬神社付近まで、小さな店が集まった旧来の商店街が続く。ほぼ旧、水戸街道富士城宿と重なる。定次路を東へ進む道は、旧宮和田宿へ続く道で、こちらにも五福店、写真館といった昔ながらの、 小さな商店が点在する。北側は、国海側に近いため、地理的にも古くからの市街地の基盤が保たれており、その外周部にマンションなどが存在する。旧、藤城町によって、再開発が計画されたものの地権者の反対で、頓挫し、共愛な駅前のままとなっている。2018年11月28日、JR 東日本水戸支社から、 藤城駅周辺の待機児童解消に向けて、水戸支社発の子育て支援施設として、2019年4月1日に、常磐線藤城駅北口に認可保育園、藤城駅前、ナーサリースクールを開園した。一方駅南側は、水田が広がる中に、部分的に開発された宅地があるだけであったが、南口が開設され、旧、藤城町による、 大規模開発が行われたことによって、住宅や大型店舗が並ぶようになった。取出市と合併してからも開発が進んでいる。停留所名は、北口が藤城駅、または藤城駅北口、南口が藤城駅南口である。つくば市方面への路線バスや、取出市のコミュニティバス、ことバスなどが発着する。茨城県道208号にある。 富士城停留所には、取出駅東口龍ヶ崎駅などが経由する。富士城のデッドセクションあたり駅から鳥出方、数百メートルのところにデッドセクションがあり、鳥出方が直流、東駅方が交流となっている。特急、日立、時は用の E657 軽電車や、特別快速、普通列車用の E531 軽電車など、この区間をまたいで交流。 直流区間を行き来する列車はすべて高直流用の電車、電気機関車となっている。上野取出館で運行されている快速電車用の E231 系電車、綾瀬取出館の各駅停車用 E233 系2000番台電車などの直流電車、直流電気機関車は当駅へ運行することができない。逆に交流専用の電車、 電気機関車は当駅以内へ運行することができない。過去に ED75 系電気機関車がジョイフルトレインのオリエントサルーンを経営して当駅まで入線し折り返した実績がある。また、この区間を走る一部の電車は一旦車内照明が消える10月1日から2015年3月13日まで期間限定で復活していた。詳細はデッドセクションを参照。 その他の高直療用電車でも照明は消えないが、一部電気系統が停止する。隣が、サヌキ駅時代の2020年3月13日までの駅名看板注釈区出店。ありがとうございます。